今日はラ行をご説明させていただきます。まずはラ、一画目高い位置から短めに、二画目あまり膨らませないで下ろしていきます。この部分は真横、内側へ払い抜けていきます。ひらがなのつを書くような気持ちです。このように丸めてしまうと丸文字に見えてしまいますね。では通して書いていきます。次はリです。一画目少し低い位置から、高い位置で二画目を打って、少し膨らませますが、まっすぐをイメージして払い抜けていきます。丸文字になってしまいますので、まっすぐをイメージしていくことがポイントになるかと思います。通して書いていきます。次はる、一画目反り上げるようにして短く真下、ここもまっすぐをイメージして内側へ来たら、結びを三角になるようにして書いていきます。通して書いていきます。結びを書くときは底辺をまっすぐにしてから書いていくのがポイントになるかと思います。次はレです。一画目を中心線よりも左側から書き始めて、二画目このギザギザというところの縦画に交わるところは低い位置になります。低い位置で交わる。ねというひらがなは縦画の中心あたりで交わっていたのに対して、レは低い位置で交わりますので気をつけてください。高い位置まで連れて行ってから下に下ろしていくこともポイントになると思います。通して書いていきます。高い位置、次はロです。ルと同じように少しだけ反り上げて短く書いたら、ここをまっすぐつを書くようなイメージで払い抜けていきます。丸くならないようにつを書くイメージにすることが一番のポイントになるかと思います。通して書いていきます。以上がラ行の書き方です。最後までご視聴いただきありがとうございました。近所にあるセブンで売ってる筆ペンの人、すごい YouTube やってるんだ、筆ペン買おう。はい、その筆ペンの人だと思います。ありがとうございます。大変使いやすい筆ペンになっておりますので、よろしくお願いいたします。